まず大手化粧品メーカーが8月に発売した商品に香川県の企業の技術が生かされています。米を発酵させる日本酒の製造技術を応用したもので、先日製品発表会が開かれました。化粧品メーカーコーセーが8月に発売したスキンケア商品です。有効成分の原材料は米、肌の水分保持とシワ改善という2つの機能が売り物です。シワ改善をうたう化粧品の売り上げは急成長していて、各社の開発競争が続いています。最初に使った時の感触の良さっていうのは非常に大事にしましたし、またあのライスパーのですね、効果、使い続けていただいてご納得いただく効果というのにも自信を持っておりますので、まあ、そういう意味では我々としては自信作という形で世に出しております。コーセーの新商品開発を支えているのが香川県綾川町の雄心酒造、江戸時代創業の日本酒メーカーです。1970年代に発酵の技術を酒以外の分野にも応用したいと技術開発に着手し、これまでに14種類の米を発酵させたエキス、ライスパワーを作り出しました。このうちライスパワーナンバー11プラスはシワ改善に効果があると今年厚生労働省に認可されました。発酵って本当に技術としてはすごくポテンシャルの高い技術で、まあ、それは新しいものを生み出せるって確信があったからこそ、そこまでここまで打ち込んでこれたのかなっていう。ライスパワーが化粧品として活用され始めて20年余り、雄心酒造は売上の 99% をライスパワーが占めるというユニークな酒造会社となりました。香川発の独自技術はまだまだ可能性を秘めています。